はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回はフリーホラー体育倉庫と魔女というゲームをやってみたいと思います。体育倉庫ってワードなんかそそられるものがある気がしませんか？僕だけですか？やってきます。体育倉庫と魔女じゃなければね、体育倉庫と女ならよかったのかな。魔女って何なんだろうな。あの魔法の魔女なのかな。ワーリング、このゲームにはショックの強い表現が含まれています。これバイオハザードが起こるかのごとく。実況 OK! ありがとうございます。わかりやすいな、ありがてえな。ありがとうございます。やっていきましょう。普通にやっぱ学校の体育倉庫だよね。これなんか休み時間とかで今遊んでる男の子、子供たちの声が聞こえたけども、雨かなこれ。あ、体育倉庫開けてんじゃない。あ、この体育倉庫でこの子が今からめちゃくちゃになっちゃうわけかな。ほうほう、この子かな。なんか赤ずきんちゃんみたいな、かわいい。ゴーミコトすげえ強そうな名前、ゴーミコト。あら、閉じ込められちゃったんだ。暗いなー。すいません、まだ中にいるんですけど。誰だよ閉じ込めたやつ。魔女か。あのああ、これいじめられてんじゃないの。大丈夫これ、みことちゃん。どうしよう。そうだ、スマホでライト。スマホでライトつけて。テキストスキップ。あ、いろいろできんだな。カバンの中でスマホを使う。充電は十分ある。これ電話でさ、こう助けを求めに行くってのが。ライトつけた。ふぅ。とりあえず、これで視界は確保。スマホで助け呼んで。魔女いるじゃん。こいつが閉じ込めたのか。え、なんだこいつ。あの、どうかしました。すげえね、暗そう。うん、お前の顔もなんか怖いな。ごめんね、そこにあなたがいたの気がつかなくて。あ、思い出した。この子、確か2年生でいじめられてるって噂の。もうすでになんかいじめられて体育倉庫に入れられてたの。ハスヤさんか。はい。あ、ごめんね。私はゴーミコト、3年生だよ。こっちの方が上級生じゃん。はじめまして。はじめまして。なんかちょっとおかしな雰囲気持ってんだろうな、あの魔女の子は。ハスヤチカ。はい。鍵閉められちゃったみたいで、私びっくりして、その、あなたも怖いよね。ごめんね、私一人でビクビクして。そうだ、スマホがあるんだから誰かに電話して来てもらう。それ。無駄ですよ。え、電波ないでしょ。ああ、そうなんだ。お前この子、ここで何やってんの。部活もとっくに終わってる。この時間帯にこんな場所にもう誰も来ませんよ。この子、ここに住んでんの？ここが住所なの？そんな。誰かいませんか？まだ中にいるんです。誰か！叫んだって誰も来ませんよ。怖い。諦めてください。朝までこいつと一緒？諦めるって。それって、明日の朝までここに閉じ込められてなきゃならないってこと？一晩よろしくね。急にポジティブになろうかな。じゃあ今夜はここでお泊まりしなきゃいけないんだね。一晩よろしくね。怖い。この子の顔怖い。なんかこういうメガネかけてるみたいなおもちゃのさ。なんでもないです。この子はなんでここにいるんだろうな、ハスヤさんは。そうだ。私、あれを探しに来たんだった。スマホのライトがいつ切れるかわからないし、早く探さなきゃ。俺が思っていた、こう、体育倉庫のなんか、エロい感じじゃ全くないんだけど。なんかこのラケット、違和感があるような。え、なに？この卓球のラケットに何か秘密があんの？空っぽのバケツがある。ここしか多分行けないんだよな。ってことは結構調べられるものは限られてるから、簡単にクリアできそうな気は しちゃうけどね。バスケットボール、飛び箱、特に変わったものはなさそうだ。あ、ここなんかあるでしょ。球技で使うラケットなどが収納されている。
ロッカーの隅に画鋲の木が落ちている。あ、懐かしいな。こうテコの原理で画鋲を抜くやつね。あれ超好きだった。なんでこんな場所に画鋲抜きが。イエーイ。画鋲抜きを何に使うんだろう。アイテム、カバンの中、スマホと画鋲抜き。一応記録しておきましょう。マルチエンディングなのかな。体操用マットが積まれている。あまり寝心地良さそうではない。でもこの硬い感じが逆に良かったりするよね。ちょっと居心地良さそうだもんな、この子も。この子が魔女なのか何か。うん、なんでもないの、ごめんなさい。ふん、怖っ。こっち先輩だぞ、先輩。上級生だぞ。バレーボールのネットを張るときに使うポールだ。うん。あ、これ画鋲抜きだよね。このなんか紙貼ってある。引き出しには鍵がかかっている。これこれこれ。右上なんだこれ。意味不明な文字列が書かれた紙が貼られている。バラ、農家、ケアン、こいつ、バノケコ、ラウアイニーカンツー。紙を剥がしますか。剥がす。あ、画鋲抜き。あ、勝手に使われんだな。暗号の紙を手に入れた。手に入れてもなぁ。じゃ、これ何かわかります？何か。ちょっとアイテム一緒に、ちょっとこれでさ、解き明かそう。なんだこれ。バラー、農家、ケアン、こいつ。農家とこいつはちょっと言葉になってる気はしますけどね。右上のニコちゃんマークも何だ。あ！この順番に読めってことだ。久々にちょっとこれはメモ帳がさ、役に立っちゃうんじゃない？これ。ほい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 。ちょっとメモ帳、リアルメモ帳使うよ。1、4、2、6、5、3。この順に読めば、暗号の紙を、あの順に読むと。あれ？ 1 番が伸ばし棒だぞ。あれ？ 2 番は、んだ。暗号が解けたら A キーを押す。待って。解けてません。1番って文字書かれてた。あ！逆になるから。そうかそうか。逆になるから、もしかしてこれ逆側なんだ。わかる？紙を裏返しにしたら、あれじゃん。順番というか裏側が右側じゃなくて左側に変わるんだ。じゃあ、バケツ。あ、合ってるなこれ。バケツの裏。やりました。これは解けましたね。カバンの中、これ A キー押せばいいのかな。はい、押してよ。 A キー押した。ダメ。 A キー押してよ。あれ、 A キー押したけど、とりあえずバケツの裏に行ってみるか。これ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 で、ちょっと A キー押してますよ。あ、ここで押せるんだ。はい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 。暗号の答えは、バケツの裏ですよね、これ。へえ、すごいすごい。普通のとこで押せばよかったんだな。バケツの、すげえな。こんな風に打てるのいいですね。バケツの裏。バケツの裏。バケツの裏か。暗号の答えは、バケツの裏。バケツの裏に何か貼り付けられている。小さな鍵を手に入れた。この鍵がかかっているところに、あれ、あるといいんだけど。何してるんですか？なんでこんなことやってるんだろう、私。虫か。ごめんなさい、今何か言った？気のせいかな。ちょ、怖いな、この子。この子がシーン2になってる。あ、シーン3になってる。この子が一体何を取りに来たのかっていうのも気になるよな。さっき無視しちゃってごめんなさい。ねえ、さっき私に話しかけた？別に。そう、ごめんね、変なこと聞いて。怒らせちゃったな。じゃ、これ鍵を使って、小さな鍵を使った。また暗号？何これ？引き出しの中に手のひらサイズの箱が入ってる。これ箱なの？バスケットボール、バレーボール。小さな箱を手に入れた。お前これ取りに来たの？何これ？キャビネットの引き出しに入っていた小さな箱だ。なんだろうなこれ。ダイヤル錠のついた小さな箱だ。暗証番号を合わせれば開く仕掛けになってる。ダイヤル錠。ああ、なるほどね。
いつもニコニコ。ダメ。なんかでも関係はありそうだよね。ねえ、ちょっと聞いてもいい？暗号教えて。はい。今日この体育倉庫に来てから誰かと会わなかったかな？体育倉庫で何か落ち合う予定だったのか？郷美琴ちゃん。いいえ。そっか、ごめんね。やっぱり地道に探すしかないか。地道に探す。暗号が、これ絶対関係あるよね。あ！ボールを一つ一つ調べてみる。新品に近いものも混じってるけど、ほとんどが使い古されて傷んでいる。バスケ苦手だな。小5の時に顔面にボール当てられてから球技全般苦手。まあ怖いよな。なんか俺もなんかバスケットボールは突き指をした記憶があって怖いんだよね。なんかちょっと手をなんか普通にキャッチするときちょっとなんかあー突き指しちゃいそうってなっちゃうよね。カゴを調べる。あ、183って数字が刻んである。製造番号が何かかな。これだけじゃないよな。ボールの数、ボールの数は、製造番号が183で、ボールが13個。これ、小5の時これ関係ある？小5ある？小5は関係なさそうだけどな。そんなとこ暗号によって関係あんのかな？問い箱。じゃこれバレーボールは？はい。最近テレビで見かけるのは青と黄色のバレーボールが多いけど、うちの学校のは全部白だな。確か平成12年にカラーボールが認められたんだっけ。関係あんのこれ。カゴ968。あ、これはあるかもね。968、製造番号で、ボールの数21個。足すのかなこれ。うん。飛び箱はどうや。関係ない。じゃあこれは小さな箱。これは、ボール、ちょっと待って。スマホでちょっと足し算でもしてみる？とりあえず、製造番号を足してみようか。183と968で、1151。ちょっと入れてみましょうか。1151。ありえるよな。あー違う。ってことは、次はボールの数13個と21個だから、1321とかどう？やったーやったぜ。お、中からまた鍵？同じこと言ってる。でもこの体育倉庫内で他に鍵のかかっていそうな場所なんて。お、はや、ハスヤさん、もう完全に存在忘れてたよ。それに、なんとなく、作りが雑っていうか、これ、本当にどこかの鍵なのかな？作りが雑な鍵なんだ。シーンが4になりましたね。ちょっとお話しましょう。ハスヤさん。はい。外、ずっと雨みたいだね。実は今日、傘持ってくるの忘れてて、どうやって家に帰ろうか悩んでたから、ここに泊まれてちょうどよかったな、なんて。絶対そんなこと思ってねえだろ。あーはは。ごめんね。私全然面白い話とかできなくて。別にいいじゃないですか。え？あなた面白い人ですね。え？ふふふ。怖い。これは友達いませんわ。何か。ああ、うん。なんでもないの。ごめんね。えへへ。長谷さん、笑うと可愛いな。いじめられてるって本当なのかな。全然悪い人じゃなさそうなのにな。でもなんでこんなとこにいんのっていうね。普段からこんなとこにいるようなやつはちょっと変なやつだと思っちゃうよな。あ同じこと思ってる。よくわかんないな、いじめって。うん、もうダメなのかな会話。長谷さん。はい。あー、同じこと話してる。次、鍵のヒントなんてもうないっすよな。あ、ここが、ここから出れる鍵ってことはない？ありそうじゃない？ダメなんだ。そういうわけではない。
どこかの鍵。鍵ロッカー？鍵なんてね。くすんだ色になっている。鍵っぽいものないもんな。レトルトさーん。